スノーマン、目黒蓮、役衣装での電車利用にハラハラも、下を見ている方も多くて意外といける。スノーマンの目黒蓮が28日、都内で行われたドラマ、海の始まり、完成披露試写イベントに、有村架純、泉谷聖奈、木戸大聖、池松壮亮、大竹しのぶと共に出席。電車を利用しての撮影でハラハラしたことを明かした。目黒の月9初主演作となる本作は、ブブカタミクが脚本を担当し、風間大輝が演出、そして村瀬健がプロデュースを務める、親子の愛をテーマにした完全オリジナル作品。今の時代だからこそ伝えたい人と人との間に生まれる愛と、家族の物語を丁寧に書いていく。司会は西山喜久恵アナウンサーが務めた。目黒は、今作で演じた主人公、月岡夏を、今までいろいろな役を演じさせていただいた中で、夏くんというキャラクターが一番共感できるような、一番気持ちがわかるような気がするんですけど、でも一番難しいところにいるなというような感覚、と表現。夏が、過去に付き合っていた恋人の死と自分の娘の存在を知る役どころであることから、夏くんとして時間を過ごすことが多いので、命についてだったりとかそういうことを考える時間が増えた、とも語った。